高田馬場は学生の街と思っていたけど、あ、決めてきたね。さあ、とな。お昼食べた？うん、なんか日本じゃないみたい。いらっしゃいませ。松尾清さん、甘いもの好き？ハオクアイ、高田馬場でアジアの深みにハマっちゃいました。メトロでつながる一人一人の東京、ファインドマイ東京、東京メトロ。バラのシロップ珍しい。来ないね。